議長高山聡君。国務大臣の演説に対する質疑は延期し、明19日午後1時から本会議を開き、これを行うこととし、本日はこれにて散会されることを望みます。ご異議なしと認めます。よって同意の通り決まりました。本日はこれにて散会いたします。